死の星を掴むまで今日こそお前とお別れだやっぱ無理か。星を落ちろこいつを砕く諦めんくっそ せめて、これを外してから。完治じよ天下が、欲しいぞ頼りにならなさそうな顔だな、お前さん。懐かしがることなどない。そうだろ調整よ。 お前さんとは、左手で握手しておくか。お前さんなんか転んで怪我すりゃいいのにな。小生は知性派だぞ。いや、なんだその目は。経験上言うと、急ぐとろくなことがない。あれ 使っちまった運を使っちまった小生は死ぬまであがくじっとしてるなんざ性に合わないんだよ二兵といえば小生と半兵だが、小美、より賢いのは小生だろお前さん何しに来た なんとなくあいにく、引っ掛けられるのは日常茶飯事でねいやいや、待て待て降参といえばいけるかあれだ。さっき黒猫を見たせいだろうよ。資産上は9割成功。 だが本番がどうなることか。これだよ、これこれ小生の目論みは小生は掴むぞ天窓の先の放棄星よ思えばこの稼いをつけられたのも、三成お前さんのせいだ やることなすこと失敗ばかりの人生だお前さんには分からんさ小生の夢はなお前さんはぶちのめしてざまあ見ろと叫ぶことだここか。ここには来たくなかった。あの日のことを思い出す。 お前さんのおかげでせっかくの城がボロボロだいや、お前さんのせいだよこれでいいんだよ、ザビー様チしょう、愛じゃなけりゃなんなんだ